理想気体、理想気体、理想気体、または完全気体、完全気体は圧力が温度と密度に比例し内部エネルギーが密度によらない気体である。気体の最も基本的な理論モデルであり、より現実的な他の気体の理論モデルは全て低密度で理想気体に前近する。統計力学及び気体分子運動論においては、 気体を構成する個々の粒子の体積が無視できるほど、小さく、構成粒子間には、引力が働かない系である。実際にはどんな気体分子にも体積があり、分子間事からも働いているので、理想気体とは、若干異なる性質を持つ。そのような理想気体でない気体は、実在気体、または、不完全気体と呼ばれる。実在気体も、低圧で、高温の状態では、 理想気体に近い振る舞いをする。常温、常圧では、実在気体を理想気体とみなせる場合が多い。理想気体の状態方程式には2ないし3種のバリエーションがある。大きな違いは、気体を粒子の集まりとみなすか否かである。式の上での形式的な違いは、平行状態における理想気体の圧力がである。温度、体積、 質量の平行状態における理想気体の圧力は、で表され、質量密度と温度に比例する。気体の種類によって異なる比例係数は、引き体定数と呼ばれる。は、エネルギー、温度、質量の次元を持つ定数で、例えば空気の引き体定数はである。この状態方程式は、気体の構成粒子の存在を前提としない場合でも、意味を持つ式である。 統計力学によると、体積の容器の中に、古典力学に従うこの自由粒子が閉じ込められている、突起、温度の平行状態における、この機体の圧力は、で与えられ、数密度と温度に比例する。比例係数は、機体の種類によらない、普遍定数で、ボルツマン定数と呼ばれる。の次元は、エネルギー、温度である。粒子数が、式中に現れていることから、 明らかなように、この状態方程式は、気体の構成粒子の存在を前提としなければ、意味を持たない。温度、体積、物質量の平行状態における、理想気体の圧力は、で表され、モル体積に、反比例時、温度に比例する。比例係数は、気体の種類によらない、普遍定数で、モル気体定数と呼ばれる。は、エネルギー、温度、 物質量の次元を持ち、その値は、ボルツマン定数に、アボガドロ定数をかけたものに等しい。また、引体定数に、機体のモル質量をかけたものにも等しい。この状態方程式は、通常は、機体の構成粒子の存在を前提としている。なぜなら、国際単位系では、機体の物質量は、構成粒子数をで割ったものとして定義されるからである。 ただし SI の定義にこだわらなければ、機体の構成粒子の存在を前提しなくても、純粋に挙手的な物理学の範囲内でこの状態方程式に意味を持たせることができる。理想機体のエネルギーの標識にも似ない資産種のバリエーションがある。大きな違いは、機体の熱容量が温度に依存するか否かである。理想気体の状態方程式と熱力学的状態方程式から、 内部エネルギーが体積に依存しないことが示される。しかし、内部エネルギーが温度に比例すること、すなわち、低積熱容量が温度に依存しないことまでは示されない。理想気体の状態方程式を満足する気体は、反理想気体、あるいは反完全気体と呼ばれる。反理想気体のうち、内部エネルギーが温度に比例する気体を、競技の理想気体という。 競技の理想気体のうち、構成粒子が内部自由度を持たない気体を単元子理想気体という。温度、物質量の平行状態における単元子理想気体の内部エネルギーは、で表される。この式から単元子理想気体の定積もルる熱、容量はと与えられる。単元子理想気体のは、温度にも、気体の種類にもよらない定数である。温度、 物質量の平行状態における競技の理想気体の内部エネルギーは、で表される構成粒子を交体とみなせる場合、比例係数は粒子1個あたりの自由度の1、2に相当する。内部自由度のない単元子理想気体であればである。交体回転子とみなせる直線分子なら内部自由度が2なので、交体回転子とみなせる非直線分子なら内部自由度が3なのでである。 実在の分子で、交体回転子とみなせる分子は少ない。例えば、1酸化炭素 CO はだが、2酸化炭素 CO はである。水蒸気4アだが、2酸化 OSO 和である。2原子分子に限っても、塩素 CL はであって、5、2よりもむしろ3に近い。気ガス、酸素、窒素、水蒸気などの小数の例外を除けば、比例係数は、 分子式から手計算で求められる数値ではない。ファンデルワールス定数と同様に比例係数は実際の気体の熱力学的性質を再現するように定められるパラメータである。また、交体回転子とはみなせない分子の標準定積熱容量は温度により少なからず変化する。それにもかかわらず競技の理想気体という気体の理論モデルをあえて考えるのは エントロピーなどの標識が極めて簡単になるからである。また、内部エネルギーを表す近似式として、それで十分な場面も多い。特に空気の主成分である酸素、窒素、水蒸気は、結露しない限り比較的広い温度、圧力範囲で競技の理想気体とみなせる。温度、質量の平行状態における、競技の理想気体の内部エネルギーは、で表される。 競技の理想機体の定積比熱容量は、温度によらない機体に固有の定数である。温度、物質量を、質量の平行状態における、反理想機体の内部エネルギーは、t、マスム dt イコール u 0mint、ハット t、t0cv、t、マスム dt、マスで表される。ここでは、温度における、物質量、質量の反理想機体の内部エネルギーである。 半理想気体のとは、圧力と密度にはよらない温度の関数である。関数の形は、気体の種類により異なる。関数が、定数関数であるとき、その気体は、競技の理想気体である。構成粒子の平身運動の自由度のため、半理想気体の定積モル熱容量について、任意の温度で、TG フラック3に R マスが成り立つ。 理想気体に成立する法則として代表的な、ものには次のものが挙げられる。理想気体の等温圧縮率は、機体の種類によらない。理想気体の熱膨張率は、機体の種類によらない。この法則は、機体の構成粒子の存在を前提としなければ、意味を持たない。この法則が成り立つ条件は、機体の構成粒子の存在を前提するか否かで、異なる。 反理想機体のエンタルピーは、で表される。競技の理想機体のエンタルピーは、で表される。反理想機体のモル熱容量は圧力にも、機体の密度にもよらない。競技の理想機体の定積モル熱容量はで表され、低圧モル熱容量はで表される。理想機体の二つのモル熱容量の差はとなる。この関係は、マイヤーの関係式と呼ばれる。この関係式は、 反理想機体についても成り立つ。また、理想機体の二つのモル熱容量の比は、比熱比と呼ばれ、CV テキスト M イコールフラック、CV テキスト MR、CV テキスト M イコール1フラック、R、CV テキスト M マスとなる。反理想機体の比熱比は一般には温度に依存する。競技の理想気体の場合は、熱容量が 温度に依存しないので、となり、比熱比も温度に依存しない。競技の理想気体のエントロピーは、となる。ここでは、物質固有の定数である。競技の理想気体のエントロピーの形は、熱力学第三法則を満たさない。反理想気体のエントロピーは、t, r, t, m a s md, t, l, n, α, a, フラ a g v, n, ライト、m a s となる。ここでは、 物質固有の定数である。反理想気体の和を下回ることはないので、反理想気体のエントロピーの形も、また、熱力学第三法則を満たさない。純正的な断熱過程においては、エントロピーが一定となる。この時の関係がある。これらは、ボアソンの法則と呼ばれる。競技の理想気体では、ボアソンの法則が厳密になり立つ。反理想気体では、 ポアソンの法則が近似的になり立つ。理想機体の手短な解説においてという説明がなされることがある。しかし、分子の体積と相互作用の両方が厳密にゼロだったなら、分子同士が衝突することはありえない。そのため機体が熱平行に達するには、容器内壁を介して、間接的に分子がエネルギーを互いにやり取りしなければならない。 ところが、容器内壁と分子の衝突が完全弾性、衝突だったなら、それも不可能である。したがって、分子の体積がゼロ、相互作用がゼロ、完全弾性衝突だったなら、どれだけ時間が経っても気体が熱平行に達することはない。上の三条件のいずれかを適当に緩めると、気体を熱平行状態にすることができる。例えば、容器内壁と分子の間に、 エネルギーのやり取りを許せばよい。そうすると壁を温度の熱欲とみなせるので、カノニカル分布の方法が使える。あるいは、完全弾性衝突の条件をそのままにしてとしても、よい。ここで微小5体球の半径は、実際の分子の大きさよりもずっと小さい値、例えば 1Fm、隠しくらいの大きさを仮定する。5体球なので、 粒子間距離が玉の直径より小さくなろうとした時には強い積力が働いて粒子同士の衝突は完全弾性衝突となるが粒子間距離が玉の直径より少しでも大きい時には粒子間に相互用が働かない理想気体の体積中で構成粒子の占める体積が十分に小さければこの系はほとんど独立な粒子の集まりとなるので理想系である 陽気内壁との衝突が完全断性衝突ということは、この壁が断裂壁であるということなので、大積と粒子数が一定であれば、この系は孤立系である。よって、ボルツマンの公式により、エントロピーを求めることができる、ミクロカノニカルアンサンブル。単元子理想機体の性質は、粒子の平身運動の分配関数から計算できる。すなわち、陽気内壁以外で、 ポテンシャルがゼロであるようなハミルトニアンを用いることで単元子理想機体の性質が統計力学により再現される。競技の理想機体の性質は分子の平身と回転の分配関数から計算できる。分子を古典力学に従う合体回転子とみなすと理想機体の熱容量が温度に依存しないことが統計力学により再現される。半理想体の性質は 分子の平身と回転と振動の分配関数から計算できる。必要であれば分子の電子状態の分配関数も考える。調和振動子のハミルトニアンを用いることで理想気体の熱容量が温度に依存することが統計力学により再現される。窒素 N、酸素 O。 水蒸気法の熱容量が比較的広い温度範囲で一定とみなせるのは、これらの分子の分子振動を冷気するのに必要なエネルギーがよりもずっと大きいためである。理想気体はどんな条件下でも相転移しない。これは理想気体が以下の性質を持つと仮定しているためである。理想気体は気体の理論モデルである。理想気体は想像上の存在であると言っても良い。 ボイルイコール、シャルルの法則が厳密に成り立つ機体は、現実には存在しない。理想機体の法則は、低圧の状態に近づくにつれて、実在機体でも厳密に成り立つようになる、極限法則である。実在機体が理想機体と若干異なる性質を持つのは、機体分子に体積があり、分子間力が働いているためである。温度と分子数が一定の場合、 気体が低圧の状態に近づくということは、気体分子の水密度が減るということだから、気体分子の体積と分子間力について、次のことが言える。どんな気体でも、温度を一定に保ったまま低圧にすると、気体分子の体積と分子間力が無視できるようになるので、ボイルイコール、シャルルの法則が成り立つようになる。実在気体の状態方程式は、すべて低密度で、 理想気体に前近する形になっている。例えばファンデルワールスの状態方程式、あるいはビリアル方程式はどちらも温度一定、モル体積の極限で理想気体の状態方程式となる。同じ理由でどんな気体でも圧力を一定に保ったまま高温にすると密度が減少して気体分子の体積と分子間力が無視できるようになるのでボイルイコール シャルルの法則が成り立つようになる。ただしある程度の高温になると、どんな気体でも分子の乖離や電離、プラズマ化が起こるため、分子数が温度や圧力によって変化するようになる。そのような高温領域では、アボガドラの法則とドルトンの法則は成り立っても、ボイルイコール、シャルルの法則は成り立たなくなる。それゆえ、立想気体の法則は高温の状態に近づくにつれて、 実在気体で厳密になり立つようになる極限法則であるということはできない。理想気体は気体が関係する物理科学現象を解析する際に気体のモデルとして多用される。例としてが挙げられる。気体の性質については17世紀には盛んに研究が進められ、ボイルの法則やシャルルの法則などが発見されていた。そして19世紀に入った1802年。 ジョセフ・ルイ・ゲイイコール・リサックは、機体の体積は、温度が摂氏1度上昇すると266分の1だけ増加し、この増加の割合は、機体の種類によらないという実験結果を発表した。さらに同じ時期に、ジョン・ドルトンも同様の結果を導き出した。しかし後に、ドルトンの測定値には計算の誤りがあり、実際は、ゲイイコール・リサックの値とは異なっていることが、 明らかになってい、一気体の熱膨張率が、気体の種類によらないというゲイイコールリュサックラの実験結果から、気体は物質の種類とは無関係の熱の普遍的な性質が現れると考えられるようになった。さらに、気体は固体や液体よりも熱膨張しやすく観測が容易であることも、相まって19世紀前半になると、熱学において、 機体の研究は重要な位置を占めるようになった。しかしその後、このゲイイコールリュサックの結果に対して疑問が抱かれるようになった。は1837年の論文でゲイイコールリュサックの実験は空気を乾燥していない条件での数値でって乾燥させた空気では値が異なってくることを明らかにした。ハインリヒグスタフマグヌスはルードベリの実験を追試するとともに 体積が膨張する割合は気体によって異なることを発見した。アンリ・ビクトル・ルニョーは1842年の論文で様々な気体について精密に実験した結果を発表した。そしてゲイイコール・リュサックラによる気体の基本的な性質が成り立つのは特殊な条件下にある気体、すなわち理想気体に限られることを見出した。さらにルニョーは 機体が圧縮された状態にあると、理想機体からのズレは大きくなることを発見した。ルニョーは、これは圧縮によって、分子間の引力が強くなったためだと推察した。分子間時からも考慮に入れた状態方程式は、1873年、ヨハネス・ファンデル・ワールスによって作られた。 ゲイイコールリサックの理論が理想機体のみでしか成り立たないという発見は温度計の分野において大きな転換点になった。そもそも温度計は温度によって基準物質、水銀などが体積変化、まは圧力変化する現象を利用している。そして当時は熱の本質はカロリック、熱素という物質であるというカロリック説が主流であった。カロリック説によれば 温度とはカロリックの量で決まるため、カロリックの量を正しく反映させることのできる温度計が優れた温度計となる。そしてゲイイコールリサックの実験によれば、気体においてはどの気体でも熱膨張率が一定であるので、このことから気体は液体や固体と比べて物体の種類に影響されることなく、 カロリックの量を正確に反映した体積変化をすると考えられていたのである。以上のことから、ピエール・シモンナプラスは1825年、著書、天体力学五感において、機体である空気を基準物質とした空気温度計こそが真の温度計だと主張した。しかし、ルニョーによって、気体の熱膨張率が、気体の種類によって異なることが、明らかになると、空気温度計を、 真の温度計として、他と比べて絶対視することはできなくなった。ウィリアム・トムソン、ケルビン教は1848年、特定の物質を基準物質として、それで絶対的な尺度を得ることはできないと述べた。実在の気体は、理想気体の性質を満たさないが、高温になると理想気体と似た振る舞いを示す。この現象について、カロリック説では、高温の気体では、 カロリックの持つ、膨張力、積力が強くわたら、分子間力が無視できるようになるためだと説明されていた。それに対し、ルドルフ・クラウジウスは、高温では、分子間力に対してなされる仕事が、外圧に対してなされる仕事と比べて無視できほど、小さくなるためだと述べ、カロリックを使わずにこの現象を説明した。そして、クラウジウスは1850年の論文で、 理想気体を取り上げて研究し、理想気体の状態方程式などから、熱力学第一法則、エネルギー保存の法則を定式化した。さらにクラウジウスは、同論文で、熱は低温の物体から高温の物体へと、一人でに流れることはないという、熱力学第二法則を初めて導き出した。一方、ウィリアム・トムソン・ケルビン卿は、 理想機体に基づいた理論を拒否した。そして、トムソンは、クラウジウス論文から1年遅れとなる1851年に、理想機体に限定しない形で、熱力学第二法則を導き出した。さらに1854年には、同じく理想機体に頼らずに、熱力学温度を定義した。トムソンは1878年、理想機体について、そのどの性質も、 いかなる現実の物質によっても厳密には実現されず、そのいくつかの性質は未知で想像によってさえ全く与えることのできない完全体と呼ばれるある架空の実在を最初に構成することによって、熱力学の理解は極めて遅らされ、学生は不必要に混乱させられ、単なる浮き綱に過ぎぬものが温度測定の基礎として与えられてきた批判している。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。